皆さんこんにちは。今日はセブンイレブンさんでシュークリームを2つとローソンさんでもう1つシュークリームを買ってきました。今日はこの3つを食べ比べしてみたいと思います。で、今3つの重さを測ってみました。こちらがミルクたっぷりとろりんシュー、税込み100円、さらに美味しくなりましたということなんですけど、一番安いですね。他が130円なのにとろりんシューだけ100円。そして重さを測ったら 96g でした。そしてバニラ香る濃厚カスタードシューは130円で 103g で、こちらローソンさんのうちカフェスイーツたっぷりカスタードシューマダガスカル産バニラビーンズ使用ということで、濃厚カスタードシューと同じ値段で130円なんですが、グラムは 109g ということになりました。クリーム重要ですからね。では早速開けてみたいと思います。じゃーん、こちらセブンイレブンさんのミルクたっぷりとろりんシュー100円、207キロカロリーで、こちらが同じくセブンイレブンさんのバニラ香る濃厚カスタードシュー130円、270キロカロリーで、こちらがローソンさんのうちカフェスイーツたっぷりカスタードクリームシュー、同じく130円で282キロカロリーでした。ではこの3つをいただきたいと思います。まずはこちらミルクたっぷりとろりんシューいただきます。で、とあるYouTuber さんが紹介してくださったシュークリームの食べ方というのがありまして、このようにシュークリームを逆さにして食べるとクリームがこぼれにくいということでしたので、実際にやってみたいと思います。ミルクたっぷりとろりんシュー、でもこれちょっとちぎってみたいんでちぎってみます。でもこれたっぷりだからこぼれるかな。あ、しまった、かぶりつけばよかったかな。もう大丈夫だ。すごいたっぷり入ってます。いただきます。うん、クリーム全然違います。なんかこちらは確かにすごいトロトロしてて、でもこっちはね、その名の通り濃厚です。でバニラの香りもすごいするし、濃厚なとろみがあるカスタードクリームです。めっちゃ美味しい。じゃあこちらうちカフェスイーツローソンさんですね。こちら行ってみたいと思います。ここだけやっぱり製造者が違うんですよね。いただきます。バニラビーンズ入ってます。こちらと比べてみると色もちょっと白くて、バニラビーンズの感じちょっと少ないかなぐらいですね。いただきます。うん、おいしい。生地の歯切れがいいので、セブンイレブンさんの生地よりも好きです。割とあっさりしたクリーム使ってます。クリームはセブンイレブンさんの濃厚カスタードシューのクリームが一番好きでした。これとこれ比べてみると結構あっさりめのクリームに感じますね。じゃあ今度こっちとこっち比べてみようかな。うん、うん、優しいお味のクリームです。ローソンさん行ってみたいと思います。うん、あ、美味しい。うん、勝手にですけど勝敗が決まりました。私の中では勝者はこちらセブンイレブンさんの濃厚カスタードシュー、これが最高ですね。生地はちょっと口に残る感じがあるんですけど、何よりもこの
カスタードクリーム、シュークリームにはベストなカスタードクリームだと思います。とろみもあるのでこぼれにくいですし、風味もいいし舌触りもいいので、私の中では一番でした。ナンバー2ですが、こちらローソンさんのたっぷりカスタードクリームシューです。クリームとシュー生地のバランスがいいです。シュー生地も一緒に口の中で溶けてく感じがすごく美味しいです。で、残念ではあるんですけど、こちら3番目になってしまいました。トロリンシュー、こちらはお値段も100円と一番安いので比べるのが申し訳なかったんですけど、クリームがちょっとあっさりしてるかな。味がもうちょっと濃厚でもいいかなと思いました。だからこう同じセブンイレブンさんで濃厚なカスタードシューっていうのが発売されたんだと思います。では、あとはゆっくりいただきたいと思います。美味しいのは最後に取っとく派なので、これからいただきます。床にこぼした。ローソンさんのたっぷりカスタードクリームシューいただきます。うん、おいしい。うん、やっぱ生地が一番おいしい。クリームもおいしい。そしてこちらセブンイレブンさんのミルクたっぷりとろりんシュー、ちゃうちゃうバニラ香る濃厚カスタードシューいただきます。うん、うん、生地がすごい噛み応えがあって最後まで口に残っちゃうんですけど、クリームがめっちゃ美味しいです。これ食べ比べしてみてよかったです。やっぱりちょっと高いのは高いだけあって違いますね。美味しいです。うん、ごちそうさまでした。本日もご視聴いただきありがとうございました。もしよろしかったらチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターのフォローよろしくお願いします。コメントもいつも楽しみにしております。それではまた。